前線原太一へのボール、エンド変わって右から左に攻めるのがホームの青と黒のガンバ大阪、左から右に攻めるのがアウェーの FC 東京 U23 です。品田から右に上がっているのは中村ですが、その前平川を使う、縦のパス原に通った、原のシュート決まった。後半開始1分、決めたのは原太一、19歳、今シーズン初ゴールを挙げました。前を向いて最後ディフェンダーに当たってコースが変わりました。46分に原太一が今シーズンチーム初ゴールを挙げて、先に先制点を奪ったのは FC 東京 U23。 期待されている20歳以下の日本代表として